かつまり午後から休みの半休である吉田茂元首相の国葬が行われた1967昭和42年10月31日は火曜日だったが半丼にする役所や小中学校もあった。 翌日の本誌が当時の県内の様子を伝えている国葬に合わせてサイレンが鳴りデパートは音楽を中断して黙祷を呼びかけ食堂や喫茶店はテレビで国葬の模様を流したもっとも一般家庭では半旗の掲揚は少なくパチンコ店の中には大入り満員のところもあったようだが 以来55年、元首相では戦後2例目となる安倍晋三氏の国葬が9月27日と閣議決定された当日は休日にせず国民へ喪に服することも求めないというただ世論の賛否は割れている在任約8年8か月という 史上最長の実績一方で弔意の強制につながるのではとの懸念岸田文雄首相の手腕が問われるだろうところで吉田王は次女「改装10年」第4巻で述べている「民主主義の根底をなす思想は寛容である敵と味方の確執ではないと」と 国葬も十分説明し新たな確執を生むことのないように先人も見守っているのではなかろうか。